いい組み合わせですね。いやありますねこれは、本当に非常にある組み合わせです。ヤクルス、ゲージの溜まり方がえぐいなこれ。とんでもねえ溜まり方。しかしさあ投げはグラップして、ダイヤシが刺さる。さあ逆に投げ返し、押せ押せですね。結構そうですね、日和りませんね。チュンリが1本溜まって、はい、これどうなんだろうな、当たった時使うか。まあもう使いますね、もう使います、さすがに使いね、はい、もう使いますね。さすがにユリアンですので甘えたら死にます。さあバックジャンプ飛べない、くぐれないところはバックジャンプと、まあ、俺ともかなり目がいいですからね。ですね、反応も素晴らしいですね。さあ中段も立つ、ね、やっぱ隙間があると飛ばれてしまうと、うん、後ろ投げだけは食らわないようにですね、それだけはと。さあ確定している、ヘッド対策ですね。ですね、そうですね、多分壊しはブローライトも肘入んないのか、入んないんじゃないですかね、確か入んなかった気がする、うん、ダイパン、さあグラップ、さあタックルが刺さり、あ、これはいい、これはこれでかい、そうですね、いい張り方。これ戻ってくるやつかな、戻ってくるやつだね。あ、戻りきらない、戻りきらない。後ろでなんかピカピカしてらしけど、ピカしてた。コパチュンにはまだね、ゲージをちょっと使いたくないかといって試させたからいいですね。まあ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 2本あるんでチュンリーとしてもいいでしょう、これはね。さあ対するアナゴも1本。さあ開幕から完全に前ダッシュ見てた中和勝利ですね。ですね、キャンセルがやるから早かった、早かった、大きいです。さあヘッド見てる、見てますね。あ、いい張り方、あ、飛べる、チュンリーは飛べる、あそこだね。さあもう一本作りたい、これはきつい、あ、これはある、これはある、あ、うわー、これはこれ止まるんじゃねえか、もう一本始まるんですか、これは一回殴ってか、一回殴ってか、そう触って、あー、これは大パス、あ、あ、上上、見事な上上、しかもめくり気味に当たりました。勝ったのはアナゴ。